聖、サ沢大聖堂聖、沢大聖堂は、セルビアの首都ベオグラードにある、世界でも最大級の聖教会の大聖堂である。大聖堂は、セルビア聖教会の創建者であり中世、セルビアにおいて重要な人物である聖、沢を記憶している。オスマン帝国の死難パ社によって1595年に、普及体が焼かれた場所であると考えられているブラチャルに、建てられている。 この場所からは、ベオグラードの景色が一望できる。おそらく首都でも最も記念碑的な建造物となっている。大聖堂の建築はもっぱら寄付によっている。宗主協定は近くにあり、宗主協会となることが予定されている。協会の視点においては、本大聖堂は主教座聖堂ではない。セルビア人の間では、この大聖堂はフラムと呼ばれる。英語では普通。 東西道の大きさと重要性からカテドラルと呼ばれる。平面はギリシャ十字に則っ,っている。1935年に建造が開始された東大西道は戦争等による中断を経て2020年11月、現在もなお工事中である。金と窓は入れられ、ファサードも完成した。しかしながら内装及び装飾はまだ大半が完了していない。 ありがとうございます。